私自身、昨日ウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領に対して直接日本そして G7 としてのウクライナへのこの揺るぎない連帯をお伝えいたしました。日本はこの今年の G7 議長国としてポーランドとも連携しながら国際社会が結束してウクライナをしっかり支えていくようリーダーシップを発揮していきたいと考えています。ありがとうございました。